はい、ここです。キックフリップはやりたいかな、まあ、決まるけど、ちょっと足が痛い。反対側はちょっとだけ高くなってて、まあ、あっちの方が簡単だからあっちの方でやります。で、ちょっと一回オーリーしようかな。このここの幅オーリーしてみます。一回だけ。あ、これだと分かりやすいんですけど、三脚が、あ、ちょうどここに置きましょう。お、いいんじゃない。一発だけオーリー。それはないだろ。ここに置いてて風で倒れるっていう。飛んでる時に倒れませんように。痛い。あ、背中痛いだけだった。体温まってからやります。痛い。今日本当スケボーお休みしようとしたんですよ。とりあえずこっちで降り、まあ、ステアも練習したら結構いい感じでできそうですね。ステアも練習しよう。